はい、どうもです。おいでございます。今日は日曜日の夜でございますね。鬼滅の刃、アニメやってるんで、今ね、それを見ながら動画を撮っております。えっ、ー、とですね、今日はね、まあ、こちらのお話をちょっとしようと思ってね。はい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 。たらん。お札ですね。お札がこう3枚ちょっとあるんですけども。お札にはね、あの、投資番号、 つついてますよねアルファベットが2つで数字が6桁入って最後にアルファベットがつくわけなんですけども皆さんねこの数字っていうのをね、あのー、ご覧になることはあるでしょうか私はねちょっと弦を担いだりするのがすごい好きなのでこの数字を見てね切りのいい番号だとか縁起のいい数字なんかがあるとちょっとお財布の中にねしばらく忍ばせてね 少しでもこうその縁起のいい番号から幸運をね得ようと思うわけなんですなのでいつも調べてるんですけども今回もねあのいくつかこうたまってきたんで毎回ねもうどっかの霧のいいところで使ったりとか、えー、宝くじ買う時にそれを使ったりするんですけども持ってたからとかそのお金を使ったからってね特別幸運が訪れるわけではないんですけども なんか気持ちの持ちようと言いますかね。うん。まあそういうところで、まあ数字があって、いい数字があると、お財布にね、忍ばせてるというわけです。で、今回ね、これ、親に毎年お年玉あげるんですけども、ちょっといい数字がね、あのー、揃ったんで、それを含めたお年玉をプレゼントしようと思って。 でせっかくなんでね、私こういうあのー、癖というか、癖というか、そういうのがありますよ。皆さんはどうですかっていうところの質問も、プラスしてね、ちょっと動画を撮ってるわけなんですけども。じゃあ今回どういうのが溜まったかっていうとね、こちらでございますね。37。ね、37。37っていうとちょっと縁起良さそうなんで、 まあラッキーな数字でもありますしね、こういうのがあると財布に入れて、宝くじ買ったりとか、幸運を待ちわびてるわけなんですけども、待ち望むわけなんですけどもね。こちらがね、37が1枚。さらに、はい、37が2枚。しかもこれね、いいなっていうのが最後に入ってるんで、37でいいななんでね、こういう数字の頃とかも好きなんですね。うん。 なんでこれも縁起が良さそうなんで、3-7がまあ2つ揃ったわけなんでね。うーんとこうしようか。なのでね、これを含めたお年玉をね、親にあげようかなと思ってます。少しでもね、幸運をということでねで。今回買ったこの思いにこ、思いを込めてね、言葉の楽しい一年になりますようにと、うん、そういった思いも込めての3-7をね、 あのー、毎年あげるんですけど、いつもね、あの親が使わないでね、貯めてるんですね。で多分今回も使わないと思うんですけど、逆に使わないからこそね、これをあげて、少しでも幸運につながればいいんではないかなと思ってね、これをプレゼントしようと思っております。最後はねこちらでございます。ほいこれ惜しいでしょ ?888-588。 8っていうのは、まあ、昔から日本でも、ね、縁起のいい数字、えー、漢字の8は、ね、末広がりなんて言いまして縁起のいい数字として、ね、8が、まあ、出てくるわけなんですけどもこれはねその8が、ね、5個も入ってるってことでねと,とてつもない縁起がいいんじゃないかなと思ってねこれはも23ヶ月財布の中に入れてるかなこれはまあ自分でもっとこうと思うんですけどもう1個ね888が出たらそれもプレゼント お,お年玉のプレゼントに入れようかなと思ってますけど今のところ1枚しかないんでね、まあ、片方しか、ね、母親と父親とどっちかしか入ん,入んないのもかわいそうなんで2枚揃ったらねなんかプレゼントできればなと思ってます、まあ、先ほども言いましたけどね特別こういうのを入れてたからってすごい幸運が舞い降りるわけではないんですけども,もうほんと気持ちの持ちようだと思いますねうん でもなんか入ってるからちょっと安心だとかね、なんかいいことあるんじゃないかなって思いながら生活するのもね、ちょっとね、楽しかったりするんでね、生活にもちょっとだけ厚みが出たりするんで、皆さんもね、この投資番号、うん、お札もらったり見てみたら面白いんじゃないかなと思っております。はい、というわけでね、まあ、こういうものをちょっと集めてはいますけども、なかなかね、感染者が減らないですね。うん もうさすがにね、あまり減らないんでね、今日はお休みだったんですけども、今日はちょっとね、ちょっと友達と遊ぶのも、ちょっと一週間置いて、また一週間様子見てね、感染者に応じて、これからね、まあ、まだクリスマスも始まってないですしね、これから年末年始とね、本当遊びたい時期ではあるんですけども、その一時のね、気の緩みとか楽しみで全てをぶち壊すわけにはいかないんで、とはいえずっと我慢してるのもね、 生きてるんで、そこへのさじ加減、しっかりとしたね、感染対策なんかもしながら、ただあまり感染者が多かったりとか、危険なところに行ったりとかしないようにしながらもね、うまいこと付き合っていきたいなと思ってるわけですよ。うん。まだね、うん、この先クリスマス、年末年始とね、今言ったんですけど、ついていくわけなんでね、ちょっと様子見ながら、でもせっかく連休なんでね、楽しんでいければなと思っております。この動画がわかるのがね、 まあ今年中にはちょっとあげ,あげたいなと思ってるんですけども、ちょっとクリスマスは過ぎちゃうかな。うん。皆さんはね、楽しいクリスマス、過ごせたでしょうか。うん。これからね、まだまだ、うん。続いていくところあると思うんですけどもね。まあ、うまいこと抜くところ抜きながらね、我慢だけじゃなくて楽しみを取り入れながら生活。 していきたいと。生きていきたいと思っております。はい。というわけでね、ご視聴ありがとうございました。今回はね、お札の投資番号のこの並びね、うん、ついてお話ししました。まあ、大した動画ではなかったんですけどもね、えー、少しでも、あ、そういう考え方もありかみたいなね、お札に対してのね、投資番号に対しての、そういうのもありかって感じる人がいてくれたらね、 でそれでちょっと楽しみがちょっと増えてくれればいいなと思いました。ご視聴ありがとうございました。鬼滅の刃大でしたバイ,バイ